というわけで88年 PV 大賞チャンもう嫌でももらっていただきおめでとうございます。嫌だな。あれ嘘です。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。 PV 大賞ということなんで、うん、Days Went By の撮影っていうんですか、あれ結構朝早かったような気がするんですけれども、ね、本当に朝早かったんです。うん、そういうアイディアを出しまして自ら、っていうかね、ちょうどデズベンパイあたりのレコーディングやってんのが銀座でいつも夜中だったのね。だからいつも帰るとき朝方になっちゃうから、じゃあそのまま、じゃあれ朝早いんじゃなくて夜遅いんですね。まあ続きですねあのカラスはもう狙ったかのようにもういきなりトントンパーって飛んでいくという。あのカラスは一応カラス児童少年合唱団の人たちに出演してもらったんですよね。ギャラまでギャラはささみ肉400g そうですね、だからいわゆる純然とプロモーションとするやっぱりビデオと、あとやっぱりアートに訴えかけてくるものと分かれていくんじゃないかなと思うんですけどもね。まあその両方つもあると思うんだけど、まあどっちにしろこれからはみんなも多く作っていくと思うんだけども、質が高くどんどんなってくる。ただその質みたいなものでもね、なんかその人に合ったアーティストに合った個性に合ったものだったら面白いと思うけども、今の現状だとなんかやたらどれ見ても特に向こうのものは同じだなというような、だからかえって日本のものの方のが個性豊かにこれからはなっていくんじゃないかなとは思ってるんですけどもね。かけるお金が少ない分アイデアで勝負だ。今後のっていうか今年の活動っていうか今年以降の活動みたいな。そうですね、去年はまあそういう意味でやっとレコード会社も発足してレーベルも開始して、まあ、自分のソロも出してツアーも行って、まあ、そういう意味じゃ去年はいろいろと準備したものが今年は花咲くんではないかと思うんで、まあ、ソロの活動もともかく、バンドのピンクラウドとしても今年はまあ結成10年ってこともありまして早いもんですね。バンド中心にも動いていきたいなとは思ってます。特にやっぱライブやれたらいいな、フリーコンサートかなんかドカンとお金取ってたって意味ないか何の話じゃあ今日はどうもありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。光栄の至りでございます。
tell